仕事で全て評価される職人って。んで稼ぎや少ねえでも変に幸せな気持ちに、いい仕事ができた時に変にいい幸せな気持ちになるもんね。それってダメやな。家族が迷惑するね。昔は家族が幸せやってんけどね。職人を続けるには周りの理解がいるような変な時代になってきたね。たまたまその親父がそのワン生地の仕事をしとったもんですから、高校を卒業して、まあ、せめて3年間は世間っていうものを見てこなダメやなと思って、京都の百貨店で3年間働いて、で昭和55年5月にその生地屋の5代目になったんですけれども、僕はこの仕事をして今年で40年になるんですけれども、その好きでもないのにこの仕事に就いたっていうのは、そのみんな同級生結構そういう人間がおりまして、やっぱり産地っていうのはその好きやさかいにこの仕事をやりたいっていうよりも、ああ普通に食べていけるなって思ってつくのもにぎわっとる仕事やと思うんです。近所にいっぱい下地をする人とかそんな人いっぱいおったよ。ほんで銭湯行くと手に漆真っ黒な人やら、みんなおじいさんたちお風呂入っとったよ。ほんでなんか お尻見たら筋肉もなくなってなんか垂れて、俺はその時10代やさかいにあんなお尻は嫌だと思ったけど、ちょうど今そんなお尻になってます。輪島でそのお椀の木を削っとるっていう、そんな小さいところから見るとやっぱりいろんなことがこれから先も続いていくんかなって思うことがようありますよね。例えば山から木を切り出して市場に出すわけですけど、その山から木を切り出す人がおらん。で市場もそういう木がそんなに売れん境に市場もだん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 なくなっていく。で道具なんかも、こんな道具なんかもお椀を引く人のために作ってるわけじゃねえ境に、どん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 なくなっていく。でそんなことを考えとると、この先一体どうなるんかなって思いますよね。この仕事をしとる人らは
僕ら市内の同業者は10人ほどなんですけれど、ほとんど60代やもんね。だこの先は後継者がおらんさかいになくなるわいね。やっぱりそんな貧乏してます、毎月大変ですって、そんな姿に誰が若いもんや憧れるいね。俺も長男おるね、今37くらいねんけど、やっぱり後継者に並んでよかったなと思うもんね。僕たちには地元の後継者がおらんがいねん。そやけどそのよく現状もわからんで食べられんでもいいし、漆の仕事がしたいって言って全国からその研修所に来るんやね。でせめてそういうような子どもたちにその輪島のいいところも、もちろん悪いところも、その職人の思いっていうものがせめて伝わっていけばなって願うだけなんですけど、全国の手仕事を見た時に本当に残ってほしいなって思うものいっぱいあるもんね。友禅とかね、焼き物とか、日本人ならその良さを分かってこその日本人なんだろうなと思うんやけれど、どんどんそういうところが廃れていくもんね。まだ日本はね、いい立場にあると思うよ。発信の仕方では若い人らでその日本の手仕事がいいなって思うとる人はおるんやわ。ほんでやっぱりやり方次第で広まっていくと思うんやわ。さけどそれは一部の人だけで、産地っていうようなたくさんの人間がその仕事に関わられるっていうのはもう根と思う。今その境目ねんわ。なんとかその60代の人が今ならなんとか伝えられるっていう、そういう境目ねんわ。もう10年もしたら本当におらんなるよね、この輪島の中で。もちろん生地も引く人もそうやし、塗る人もそうや。Thank you.